3回といたしまして、ここにいらっしゃいますのでお伝えしますが、小樽ジャーナルさんにですね、いわゆるその議事録、会見議事録の中、会見録の中の質問部分に対する方法を経由したお願いというのをしたかというふうにジャーナルの方からも聞いております。改めてその意図とその経緯の意図と経緯ですね、お話でございますか。いや、私自身がそのように錯誤した状況でしたの で、私がその錯誤した状況、その流れにのっとって、小樽ジャーナルさんの方が私とのやり取りでの言葉を受けてのお話でしたから、私がそういう錯誤のもとで、そのような発言をしているということでお伝えをさせていただいて、私自身がその錯誤を認めて、議会の中でお話をしていたので、そのについての改善を図らせていただきたいということで、申し入れをしたというのが経緯ですね。具体的にどの部分をどういうふうに変えてほしいというふうに言ったんですか。あ、ごめんなさい、それ書面として持ってきていませんので、具体的にというとちょっといろいろとズレが生じるかもしれませんけれども、ただ広報経由でジャーナルの山田さんに伝わっていますが、市長からいわゆるそのお願いをしたという形になると思うんですけど、それはもちろんその一時給正しいとかが必要ですので、どういうような趣旨のことをお願いしたんですか。いや、ですから私が発言したことに対して、それを受けてご発言されていたので、私がそれが錯誤として生じた出来事だったので、それについての訂正をこちらでするので、小樽ジャーナルさんにおいても、そういう出来事があったということで訂正をさせていただいたという、そういう申し入れだったかなと思います。よろしければそのどういう経緯があったのかお伝え、お話ししていただいてよろしいですか。いや、僕もその記事には書いたんだけど、今具体的にその文章を言ってみろっと、そうですね、私のすみません、把握している中では、いわゆるその質問項目を書いてほしいということがあったと。質問項目、そもそも、小樽ジャーナルの方がですね、その質問をしてそれにお答えしたという形の読んだということになっていると思うんですけども、もともとその質問項目について何らかのお願いをしたという項目について、いえ、私が発言した話を受けた言葉についてというお話ですけれども、質問項目について質問ない質問内容について、何らかのお願いをしたと思います、はい、ですから私の発言をしたことに対して受けてそれをお話されましたから、それについて の訂正をするので、それに合わせた訂正を申し入れたということです。結果的にはその読んだは読んでない、そういうその注釈を入れたというのは申し入れで分かりましたけども、その前段として小樽ジャーナルの方にそのあえてこういうことをこういうふうにやりますよと、つまり申し入れしたいんですよということをお示ししたということでしょうか。そうですね、お示しをさせていただいたということですね、でそもそもの話なんですけども、そういうそのジャーナルさんに対してですけども、あえて普通であれば特にいらないそういうやり取りかと思うんですけども、その意図というのはどういうところにあるんですか。いわゆるその異例的なものですか。意図ですね。いや、ちょっと、出ました、はい、ちょっと出たからな、はい、具体的にその方がいいかと。間違えちゃうといけないから、はい、今うちが書いてるのは委員会の冒頭、小樽市長は小樽ジャーナルの山田社長1月29日の記者会見における山田社長の発言内容の訂正をお願いしたところ、承諾を受けることができなかったと。市政クラブは今後文書に言える訂正の依頼をお願いしたい、ホームページの記者会見後の具体的な訂正の方法について検討させてもらいたい、でその前に訂正文を言ってるのは、私が発言した中で森井さんが読んで分かっていると言ったんだからの部分を、森井さんが内容を聞いて分かって言ったんだと書いて訂正されたという記事が、それ読んでると思うけど、それは文章できたんだから、その通りで、そういうこと。多分そのお話でお聞きされたい意図って言われるとあれなんですけど、ごめんなさい、また記憶が定かじゃないって言ったらまた怒られるかもしれませんけど、私議会の中で安西議員かどなたかにそのご指摘を受けて、
まあ、結果的にそのような対応をすることになったというふうな認識は持っています。はい、ただ一般的な話ということで申しますとですね、ええ、質問、まあ、自分の答弁に関して訂正、例えばいわゆる議事録削除等、はい、訂正、何かしらの訂正というのは、これはまた、常識な範囲だと思うんですが、質問者の中身をですね、はい、変えるということに対してですね、これは一般常識、通年上ですね、できるかどうかというところからまず始まると思うんですけども、はい、そちらに対してはどうですか？いや、ですね、いやそれこそ、まあ、今回に限らずその前にもですね、その、まあ、根拠法令が違っていてということがあったかと思いますけど、その根拠法令がまあ違って、まあ、訂正を、まあ、皆様に申し出させていただいて、まあ、変えることになりましたが、その根拠法令をこちらの方から発言してですね、もし皆様からその根拠法令について、その根拠法令が間違っているものでご質問されたときに、まあ、それもこちらの方から投げかけたことによって、いわゆる質問される側も言葉として間違ってということになると思いますので、当然にこのこちらの方が、まあ、いわゆる、まあ、話をしたことに、まあ、間違いがあったときに、まあ、さらにはその流れで、まあ、記者の方々が、まあ、その流れにのっとって間違って発言をされてしまう場合においては、やはりそういうことが起こりうるのかなというふうには思います。はい、まあ、その時はその根拠法令に伴って皆様からその根拠法令を発言してですね、それについてはっていうお話はありませんでしたので、まあ、そのようなところまでは行き届かなかありませんでしたけれども、まあ、状況によっては起こりうるかなと思うので、まあ、今後においてももうそういうこともないようにしたいなというふうに思います。先ほどの根拠法令の話でいうとですね、はい、記者クラブとしての回答の中にも書かせていただいてたと思うんですけれども、うん、固有名詞の間違いとですね、内容の180度変わる内容の訂正とですね、全く意味合いが違うと思うんですけれども、その辺についてはどう思われているんでしょう。内容、そう、固有名詞が直ったことについては我々は否定はしてます。まあ、具体的なそういう、まあ、名称の間違いもあれば、私自身がですね、まあ、本来はまあ今後においてはなくしたいと思いますけれども、私のまあ記憶の中で発言をさせていただいたことによって、まあ、間違い等はまあ 100% 絶対起きませんとはやっぱり言えませんから、まあ、その発言に伴って、まあ、それにまた話が重なってですね、皆様からお話を受けたときに、やっぱりそういう状況にはなり得るというふうに思いますし、まあ、おっしゃるように、まあ、その根拠法令の話と今の私自身の話においては全くイコールではないと言われれば、まあ、そうかもしれませんけれども、まあ、出来事としてはまあ起こり得るのかなというふうに思います。会見を軽く見られてませんか？そんなことはありません。出なければこんなに一生懸命準備はしません。できる限り出なければ、ええ、今後も間違える可能性があるなんていう発言はできないと思うんですけれども、普通に考えるとですね、一回間違えましたと、でそれに対して要請もしましたと、まあ、いろんな手続きを踏まれたわけですよね、うん、でこの会見を、この記者会見というものを軽く考えてらっしゃらないのであれば、はい、今後二度と間違いを犯さないようにしますという方が、今後の市長に対しての信頼、信憑性っていうものを担保できるんじゃないでしょうか。今の市長のご発言だけを聞くとですね、今後の記者会見の発言の内容は信用しなくても構いませんって言ってるのと同義です。いや、私はそうは思わないです。私は、まあ、そうならないように努力はしていかなければならないというふうに思っておりますので、まあ、それは私の、まあ、役目としてももちろんそうですけれども、そういうふうに、まあ、努力を積み重ねていくことが大事だというふうに思っておりますが、絶対これから一生間違うことはありませんとはやっぱり言えないです。それは私自身、まあ自分自身の考え方も含めてですね、そのようにしか表現ができないというか、ただ、まあ、皆様からですね、まあ、信頼を失うことにはないようにですね、まあ、これからも精一杯努力はしていかなければならないと思っています。なぜそういう保険をかけようとするんですか？間違うかもしれないっていうことがあるかもしれない。いや、川口さんが絶対間違わないって言えるんですか？そんな間違いしないですよ。いや、そういう間違いはしないと思います。そうですか。内容が180度変わるような報道は我々はしないので。そうですか。ええ、まあ、私はまあそういう意味ではまあまだまだ
まあ、未熟な部分があるのかもしれません。間違えないように努力しますという一言でよろしいんじゃないでしょうか。それに対してですから今間違えないように努力しますっていう一言にプラスアルファ今後も間違える可能性があるということを、そういうふうに言うと保険をかけて今後間違え場合に対して今後も訂正する注釈を入れる可能性があるっていうふうな発言に取られるんですよ。いや、ですから先ほどからまあ何度も繰り返しておりますけれども何かそういう間違い等あった時にはですね皆様にちゃんとお知らせをし、まあ、都度、まあ、そのについての打ち合わせはさせていただきたいと、お話をさせていただいたかと思いますけど、時間が来てますのでちょっと別の質問、最後ちょっと総務部長不在についてなんですけれども、はい、それについて見解聞かせてください。いや、そうですね、まあ、私としても、まあ、非常に驚きましたし、まあ、大変、まあ、残念に思ってます。まあ、まずは総務部長が不在という状況になってしまいましたので、まあ、私は もちろんなんですけれども、まあ、副市長をはじめ、まあ、市役所職員に、まあ、そういう意味では負担をかけかねないので、そういう意味では本当に、まあ、残念ですし職員に対しては本当に申し訳なくなって思ってますけれども、まあ、その、まあ、なんとかカバーできるようにですね、まあ、職員の方々に、まあ、お力添えいただきながら、まあ、この状況をなんとか乗り越えてですね、まあ、総務部長配置に向けて、まあ、考え取り組んでいきたいなと思ってます。その配置、その部長の配置というのを目処をどういう考えでいらっしゃるんでしょうか。まだ具体的に、まあ、お話しできるほどに詰めれておりませんけれども、もちろんその、お話があって以降ですね、まあ、副市長をはじめ、どのようにしていくのかということは打ち合わせは始めております。まだ何も、具体的な段取りにまで進んではおりません。いつぐらいまでに その部長の、まあ、この日までとはまだ言いようもないですけれども、まあ先日それについて副市長からもお話をしていただいたかと思いますけれども、まあ周りの方々にご協力いただきながらですね、まあ改善できるようにまあ取り組んでいきます。総務部長がいなくなっ不在する理由はどこにあるっていうふうにお考えですか。いや、なんともご本人のお話だったかと思います。降格が相次いだりですね、退職前の定年前の退職もあったりですね、市長として職員から信頼を得られていると思いますか。得られていると思いますか。いや、それは私自身が判断できる考えられることではありませんけれども、まあ、職員の方がですね、小樽市の中でしっかり能力を発揮できるような環境を整えていくのが、まあ、私の役割なのかなとは思ってます。時間だいぶ動かしているんですから、すいません、いいですか、すいません、僕の質問すごい単純なんで2点もう簡潔にお答えください。はい、先ほどの話にちょっと戻るんですけれども、戻る、うん、記者クラブの方からですね、説明と謝罪を求めるっていう文書が多分届いてると思うんですが、これ、まあ、説明の部分は、まあ、先ほどのお話でいろいろ聞きましたけど、これ謝罪の部分っていうのは大変失礼だと思っているというふうにお話ししましたけど、それは謝罪の部分というふうに認識してよろしいのかと。はい、はい、まあ、そういう気持ちがですということで。わかりました。はい、あと、総務長の件なんですけれども、はい、まあ、今、配置のメドっていうことで、うん、具体的なものは詰められてないというお話ですけど、つまり6月の定例会ありますよね、はい、まあ、そういう時期にめがけて、うん、その、まあ、なんとか置きたいっていうふうに、まあ、多分考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、そうなのかどうなのかっていうのと、あとは内部から登用するのか、どこからの派遣を受けるのか、はい、まあ、選択ですね、選択のね、うん、はい、それはどうなのか。はい、いや、希望的にはですけれども、はい、その先ほど言った、まあ、議会までに間に合えば、はい、当然それは6月定例会ですね、はいはい、それは、まあ、あくまで希望的な思いですけど、ね、はいはいはい、
まあ、このようなまあ、急な状況なので、まだ具体的にその内部からなのか、はい、まあ、他の、まあ、団体からなのか、はい、まあ、そこまでは申し訳ないですけど、まあ、詰められておりませんが、はい、まあ、多くの方々にご協力いただいてですね、その不在の状況をまあ改善するようにしていきたい、まあ、そういう考えです。内部もあるし外部か、あ、もちろん、あの、全ての選択を、まあ、あの、阻害するものはありません。ありました、はい、ありがとうございます。時間がもうないもんですから申し訳ないんですけど、すみません、市長の行動予定ではこの後行動何も入ってませんけれども、何の項目が入ってるんでしょうか。いや、あの、予定入ってるんですね、はい、ちょっと何かわかる、マジかわかる、何かわからない、なんだよそれ、ちょっと持ってこなかったですね、はい、予定は入ってますね。予定具体的に言えばいいじゃない、何時に行くと思って、あの、時間が本当にないんですから申し訳ないです。俺で質疑を、あの、記者会見を、市長の口から説明していただければ、あの、市民に対しての知る権利に対して行使されるよりも大事な公務というものについて教えていただけますか。なんか変な質問だなっていう感じですけれども、公務はまあ全てにおいて重要だと思ってますし、もちろん記者会見においても大変重要だというふうに思っております。あ、一つだけで大丈夫です。最後にして、はい、公務ある、まだ私もあるんですけど、 HKB の竹内です、はい、あの、先ほどの総務部長の話にも絡んでくるんですけれども、はい、まあ、総務部長をはじめ、うん、まあ、あの、4人の方が、まあ、降格希望を出されたと、まあ、そういうことに関してはどういうふうに思いますか。その降格希望が出されることと、まあ、その、まあ、出されること自体も私はすごく不思議というかびっくりしたんですが、ええ、そのことについては単純に感想と、今後どういうふうにしていけばそういうことがなくなるかなというか、どういうふうに思いますか。まず何にしてもですね、まあ、このような出来事、それぞれの方々が、まあ、それぞれの、まあ、考えとやっぱりありますので、一概に私の方からあのどうこうということは言えません。もちろん今後においてですね、まあ、後任者が出ないということは、まあ、重要かなというふうに思っておりますけれども、まあ、当然にあのそれぞれ職員の方々がまあ抱えられる、まあ、いろんな出来事があるでしょうから、まあ、ある程度の配慮は考えつつですね、まあ、市政運営の中でも、まあ、対応はしていかなきゃならないかなというふうには思ってます。それが、まあ、一人ではなくて複数に出たことに関しては、はい、どういうふうに思われますか。複数に出たことも同じ気持ちです。まあ、お一人であろうと複数人であろうとも、私の今のお話に間違いはないですね。何かこう市政運営へのこう懸念だったりとか、どういうふうにそこら辺はお考えなんでしょうか。市政運営の懸念、まあ、懸念して、その4人も4人というか、そのまあ複数に出ることに対して、うん、まあ、お一人であったら例えばご家庭の事情なのか何か分からないけれども、まあ、そうやって複数人出たことに関しては、いや、あの、お一人が出るにしても複数人出るにしても、やはりそれについての思いは同じです、はい、残念というか、でもそれぞれの方々のやっぱりあの、状況等はありますので、まあ、そのことは、まあ、市政運営のやっぱり、まあ、執行者としてしっかり受け止めていかなきゃならないなというふうに思ってます。すいません、ああ、これが通信の関係で、まあ、読まないの、あの、以前の段階じゃないかと思うんですけど、これ作成なりその、これを作ろうという発想は、市長自身が関わった、あ、これが通信のお話ですか。あ、これが通信は、いや、私の方はお話いただいたんです、はい、別の方の提案というか、そうですね、はい、まあ、そので、まあ、読んだか読まないかあれですけど、まあ、心強いというようなことで、はい、あの、まあ、おそらく市長を支援あるいは盛り立てようとして作ったんだと思うんですけど、ね、はい、私もそのように認識しています。それは結果としてですね、議会に追及され記者会見で、まあ、こういうふうに、まあ、謝罪訂正をすることにためになり、だからその、まあ、選ぶ当初意図していること、
まあ、それと正反対の結果というかになっているような見えるんですが、そのあたりは素朴な疑問としてそのどういうふうに感じてらっしゃるのか。いや今おっしゃったその元々の目的とその結果が一致してるかしてないかとかまで私分からないのであれですけれども、まあ、何してもそれこそ議会の方からでもご指摘いただきましたけれども、まあ、今市政運営、まあ、私執行してますから、まあ、それに伴うまあ公約に対してのまあ実現であったりとか成果であったりとか、まあ、そういうものをまあ後援会通信でまあ載せていくということがまあこれから重要なのかなという認識は持っています。はい、理解を批判したり報道に、まあ、気をつけてするのではなく今後において、まあ、今回、まあ、こういうふうな形で、まあ、いろんな形で、まあ、ご指摘をいただいたところですので、まあ、そのことを踏まえて、まあ、今後においてはそういうふうに、まあ、いわゆる取り組んできたことですね、まあ、そういうことを、まあ、いわゆる伝えるような、まあ、通信にしてもらいたいということは、まあ、私からも伝えていかなきゃならないなと思っています。そういう点は分かりました。はい、あと除雪の関係、まあ、市長の公約、その一番だと思うんですが、はい、それについて、まあ、この冬、まあ、降ってなかったけれども、まあ、一生懸命取り組まれたと思うんですけど、はい、そのやり方についてね、そのなんていうか、まあ、市長が細かくといえばいいのか、一つ一つの予選についてまでこう具体的な指示を出したり、現地に行ったり。うん、それもまあ丁寧でいいということなのかもしれないけど、反面ですね、市長であればもうちょっとこう混ぜとかないで、情報を収集して分析して、はい、指示をするのが、その市長としての役どころじゃないのかという指摘も聞こえるんですよ、うん、なるほど。いや、将来的にですね、まあ、そういうふうになれるようになることが、まあ、私も理想ではありますけれども、私も初めての冬でありますから、就任させていただいて。当然にまあその公約として大変重要項目だというふうに皆様も認識をされるほどに大切なことだというふうな思いもありますから、そして私はまあやはりできる限り現場も私自身も見たいですし、やっぱりその現状も把握しながらやり取りをしていくことが特に1年目だからこそ必要なのかなという認識を持っています。まあ将来的に今おっしゃったような環境になる、まあ、それもあり得るとは思いますけれども、まあ、でも何しても私できる限りやっぱ自分自身でも自分でまあ見て、まあ、状況を考えながらやっていくというのは、まあ、これ情報説に限らずですけれども、まあ、特に、なって1年2年この状況においては歩んでやっていきたいなという思いで取り組んでいるところではあります。はい、すみません。まとめて、今までの関係ある質問と1点関係ない質問で3点質問します。はい、先ほどの人事の話で言うとですね、おととい配分書がマスコミに全部に流れてるんです、はい、これご覧になったかと思うんですけれども、まずこれはご覧になられた感想と、これに対してどのような、はい、対応を取られるのかというところ、もう1点がですね、就任から1年というところで、はい、思い描いていた理想の市長像にご自身がなられているかどうかという判断、うん、なるほど。もう1点がですね、先日、丸川原発防災担当大臣の、泊原発の視察があり、その前の会見の中でですね、北海道に来る前の段階の会見の中で、今年の秋をめどに、国の原子力防災訓練について大規模なものを行うという方向で、もう話が進んでいるんですけれども、原発を、再稼働反対を掲げている市長として、はい、この国の原子力防災訓練、うん、大規模な訓練に対してどのように臨まれるおつもりなのかというところの、とりあえず3点お願いします。まず1点目の、まあ、まさにご本人怪文書という表現されましたけれども、まあ、怪文書という感覚を持ってますので、まあ、感想もありませんし対応もいたしません。これが一つ。それとですね、まあ、1年を経ちまして、まあ、理想像、まあ、さまざまな場面で、まあ、今年度、まあ、初めて就任して最初の予算編成に携わらせていただいて、
まあ、今年度はあくまで第一歩だというふうに思っておりますので、当然にその、まだ本当の理想像に満たされるほどのところまでは至ってないと思いますけれども、まずはその第一歩を踏み出すことができたのかなという思いは持っておりますので、それにおいては1年目で自分自身が就任した直後から考えていて、あ、ここまでちゃんと動いてきているという、そういう認識自体は持っています。それとですね、原発における伴うことにおいては、原発そのものは存在しておりますので、防災訓練においてはやらなきゃならないことだという認識ですので、そういうスタンスで携わっていこうと思っています。国として、はい、よろしいですか。 国としては原子力防災訓練を踏まえ、再稼働に向けて動き出そうという目論みもあるんじゃないかという声もありますけれども、なるほど、そこまでは私自身は認識はしてないですけれども、私自身が、再稼働に対しては、ご存知のように、反対をしていくということで意思表明はさせていただいておりますので、それが実現できるように私は、この小樽市の行政の中で精一杯やっていくというところだけです。はい、会文書の中身について感想がないというふうにおっしゃいましたけれども、会文書という表現をさせていただいたのは、はい、誰が出しているのかわからないというところから会文書という表現をさせていただきましたけれども、はい、この内容についてこういうことを書く人が少なからず市民の中にいるということについてはどう思いますか。感想はありません、はい、それはこれが市長の中では事実無根だとい う, いや、そういうことを言ってるわけではなく感想はありません。なぜ感想がないんでしょう、はい、いや何も、いや他に言いようがないですね、はい、ですから匿名ではありますけれども職員よりって書いてある、あ、書いてありましたね、でも職員とも限らないでしょうし、まさに怪文書ですから、はい、以上です。では以上をもちまして、はい、会見を終了させていただきます。ちょっと待って、何だと手に入れるんだ。質問じゃなくて、この、一連のその文書のやり取りの関係なんですけど、記者会見の最初の発言の中で、今後その注釈を、求めるのがダメだということで、今後のことについて、考えていきたい、はい、それはどういうイメージなの？だから一方的に、また会見のあれをいじったりするということは、まだやっぱりこちら側としても承知しかねるんだけども、はい、ですからまだ何も、いや、そのような形もお返事来たばかりですから、これから考えます。返事来たばかりといっても、10日ぐらい経ってるんですけども、それじゃ あのこちらと調整しながらという、そういうイメージ。あ、もちろんです。いきなり急激に何かをするということではないです。はい、何かしらの形で、お知らせをさせていただくことにはなると思います。こう経由で何か来るんですかね、こういうふうに。はい、まだちょっとどのような形も含めて、まだ何も、はい